スノーマン宮舘涼太、黄金のワンスプーンでうなぎ料理を学ぶ伝統の竹筒業を自ら体験。10月11日夜6時30分より放送の、それスノーマンにやらせてくださいかける、黄金のワンスプーン合体 SPTBS 内黄金のワンスプーンにて、MC の宮舘涼太、スノーマンが茨城県霞ヶ浦市でうなぎ料理を学ぶ企画がオンエアされる。番組では、天然のうなぎを求めて宮舘自ら、 ロッチの中岡総一ととも霞ヶ浦の土手で伝統の漁法である竹筒漁を体験創業150年の名店で最高グレードのうなぎ料理を堪能した後プロの料理人からうなぎのさばき方の指南を受けるこれまでさまざまな料理を振る舞ってきた宮舘だがうなぎを本格的にさばくのは初挑戦絶品うなぎ料理にインスピレーションを受けた宮舘はアンタッチャブルの柴田秀嗣とともに10月11日スタートの金曜ドラマ ライオンの隠れ家の撮影現場へ。連日撮影に励むヤギラユーや、坂東良太、斉藤アスカから、旬を感じられるがっつり元気が出る料理が食べたい、というリクエストを受けた宮立は、番組特製キッチンカーでうなぎ料理を振る舞う。その他、さつまいもや秋ナスなど、純食材を使った料理も披露。さらに、撮影現場の様子やドラマの見どころなど、ドラマに関するトークも展開。ミニコーナー、 お食事徳では食にまつわるさまざまなお題が書かれたくじをもとに、ゲストたちの知られざる一面に迫る。